ということで、今回はプンさんと2人でまた北アルプス行きたいと思います。プンさんの支度が終了次第出発していきたいと思います。改めまして、こんばんは。プン山のおじさんの方とプンです。注文、野菜たっぷりタンメン、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。皆さんおはようございます。ただいまサワンド駐車場です。今プンさんが車で支度をしています。支度が済み次第出発していきたいと思います。駐車場から今出発しているところです。こちら足湯ですね。登山後に足を癒して帰るのもいいかもしれないです。往復のチケットを買ってバスを待ちたいと思います。はい、お待たせしました。上高地行き発車になります。来ましたね、上高地です。カッパ橋が目の前に見えてます。おじさんがね、奥穂高岳に2回登ってるのを動画で見まして、私も行きたいなって思っちゃったんですよね。唐沢のテント泊もしたいし、まあ、奥穂チャレンジできたらと思って、おじさんからしてみると今年3回目の奥穂高岳のようですけど、行くことになって今日に至ってます。今日はまず唐沢に向かってテント泊をしていきたいと思います。今シーズン3回目のカッパ橋ですね。今回違うのはカッパ橋の上を今歩いている人がいることですね。何をやってんだろう。手振ってる。初唐沢でキャンプするのも前からしてみたいなと思ってたので、いいですよね、満喫できたらなと思ってます。そして明日は奥穂高岳にチャレンジできたらいいかなと思ってます。ちょっとあんまり怖いところ苦手なんですけれども、頑張って登れたらいいなと思います。チャンネル登録者1000人記念は奥武蔵でも2人で歩こうかなと思ってたんですが、プンさんが北アルプス行きたいということで急遽2人で北アルプス参考となりました。僕の動画を見てプンさんも奥穂に登りたいということなので、高所恐怖症のプンさんですがサポートしてなんとか奥穂高岳山頂まで行きたいと思います。金がね、プンさんも奥穂高岳には登ってみたいと言ってたんで、今回実現するといいんですが、皆さんご存知の通り怖かった。私もうこんな登山したくない。私怖かった、とってもすごい怖かった。私そっちから行く、もうこんなとこ登りたくない、登りたくない、もう嫌。最悪ザイテングラーと穂高岳山荘までで引き返すことは十分ありえるかなと思います。とっても可愛い。そうそう、そして明神に着きましたね。
何やってんの？虫？どれが前穂かわかんないんだよね。でも右の方なはず。あの辺が前穂なんじゃないかな。徳沢到着しました。ちょっとこちらで軽く食べて次に進んでいきたいと思います。ちょっと休憩します。それでは名物のソフトクリームでも買っていこうと思います。コーヒーフロートを食べるそうです。陽光に到着しました。ふんさん、荷物が今日は重くて疲れ気味です。ずいぶん山登りをしていなかったのでなんかバテバテになってしまいました。本当は陽光で泊まりたい。サラさんに行けるのかな、こんな感じで。それ何足してるの？メダリスト、クエン酸チャージ。チャージしないと疲れが取れない。それでは唐沢に向けて横大橋渡っていきます。かわいいお花です。おじさんど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 ん歩いてますね。ちょっと蒸し暑くてちょっとバテ気味ですが、ビールでも飲めたら嬉しいな。おでんセットありますかね。階段が現れてきましたね。ここら辺から急登なのかな。ニノガリー通過します。よいしょ。ちょっと歩いてきたらちょっとなんかさっきよりはなんでしょう、バテ具合が戻ってきたというかちょっと元気になってきたみたいなんで、どうにか気持ち的にも元気になってきました。本谷橋到着しました。さすがにこの辺の登りはきついです。すごい重いのでね、とっても進みが遅いんですけれども頑張っておでんセット目指して頑張っていきたいと思います。屏風さんはこちら休まずに進め、落石多発。そうなんだ。じゃあ休まずにね、ここは景色がこんな感じで綺麗ではありますけど休まないで行きましょう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここは青枯れですね。青枯れが危険地帯ということみたいです。私は青枯れを通過しました。バイバイ。あちらに見えてるのは唐沢ヒュッテですかね。赤い建物が見えてますね。おじさん、おじさん、おじさん。行っちゃった。ああ、やっとこさ。唐沢、到着しました。イエーイ。唐沢ヒュッテ。結構、唐沢から遠いヒュッテまで、すぐかと思ってた。結構、歩きますね。唐沢ヒュッテ。しました。やっと落ち着けられる。富山唐沢ヒュッテの食べるとこですね。テラス席は今ちょっと雨が降っちゃったんでガラガラです。後でちょっと設営したらおでんセット、ビールと一緒におでん食べたいと思います。おお、唐沢ヒュッテ
よく写真などで見るこのテントとカラサーカールですね。これからテントの受付したいと思います。受付しました。タッチの差で終わってしまいました。残念。おでんセット食べれなかったんですが、家から持ってきたおせんべいとちょっとビールでも買って飲みたいと思います。今うちのおじさんがテントからちょっと食料持ってくるってことなんで、今なんかトコトコとこっち歩いてきてますね。ビール買ってきました。乾杯。イエーイ。イエーイ。おいしい。めちゃうまい。一口ネギ味噌せんべい。どこで入手するんですか？町岡。味が薄く感じない？もっとしょっぱくていいのかな。ちょうどいいじゃん。下から持ってきたティーチャーズセレクト。最高だね。最近の中でやっぱナンバーワンだ、このビールの。あのさ、あそこが川沢小屋じゃん。ちょっと上の方行くとさ、砂が線、あ、甲府に、うん、あ、なってる。なってるでしょ。道じゃん、これ。あそこを歩くんだよ。ね、え、何で？え、あそこが奥越えの道なんだよ。で、あそこを歩くことになるの。私たち？そうだよ。え、嘘。で、あそこをこう行くと、なんかもっこりしてるのが、島みたいなのが、ま、うん、あるね。上の方に上がってるじゃん。うん、あそこが在ってんだよ。え、それ見えてんの？見えてるよ。モコ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 してる、あの斜めの砂場がこう、間に虫が。え、パノラマコースを通ってもあっち行くの？同じ、最終的には。やだ、何やの道。おはようございます。今朝の5時です。月がまだ見えてます。今日はこちらの奥穂高岳目指していきたいと思ってます。パノラマコースから行く予定となってます。あちらに緑のボコボコとなってるところがザイテングラートです。奥穂高岳山荘も見えてます。初めてなのでちょっと緊張です。登れますかね。朝ごはん食べます。ヒュッテでお水を汲んでから奥穂目指していきたいと思います。登れるかな。それでは今日は奥穂高岳向けて参考開始していきます。もし奥穂登れたらご褒美のおでんセット食べたいです。昨日食べれなかったんで、ちょっと怖いとこ苦手なんでどうかよくわかんないんですけど、こちら見晴らし岩です。こちらからの景色は唐沢ヒュッテとテントがよく見えて、その向こうには山々が綺麗です。パワーを補給します。あちら在点見えてますね。いやー、ちょっと緊張してきちゃったな。怖いな。おーい、来たこの参考に。あー、あ、上高地。あ、上高地から。じゃあ今から在点グラート登っていきます。在点登っていきましょうか。はあ、緊張するわ。頑張ろう。では動画しばらくお休みします。これからの登りがきつそうですね。まだまだ在点は半分も来てないようです。あとどんぐらい？いや、わかんない。3分の1ぐらい？この後あと20分っていう石に書いてあるのが。ああ、そうか、じゃああと20分。ここから20分。穂高小屋まで20分と書いてありますね。
奥にカラサラ奥にカラサヒュッてテントバス、それでザイテングラートの稜線的なものがこう見えてきまして、こうビュニ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 ュっていってここまで歩いてきました。あともうちょっとです。あともうちょっとでおじさん頑張ります。やっと小屋が大きく見えてきました。奥歩です。頑張って、あともうちょっと頑張ります。お高岳山荘到着しました。この前来た時使った6番の天場です。それでは奥方に登っていきたいと思います。どうぞ。ちょっと荷物デポしてきたんですけど、服は着てくる予定だったんですけど、服を着るてくるのを忘れたんで、一度服を着に戻ります。よいしょ。じゃあ待ってて。結構ビビってますが頑張ってます。すごいじゃん。いや、ここに金具があるから左足はここにかける、はいはいはい、それでこの鎖で、この鎖で上がればいい、うん、槍ヶ岳が見えてます。はあ、奥方の中盤くらいまで来たのかな。今はさほど怖くないところ歩いてるんで、どうにか動画回すことができました。怖かった、結構怖かった、最初の方怖かった、怖かったけど、で頑張って登ったら今のとここういう感じで財天の延長ですね、これっていうような感じの登りの感じです。チャンダルも見えてます。まだまだ怖いとこあるのかな。まあ一応ここまでは頑張ってこれた。ちょっと気を引き締めて頑張って登ります。ジャンがくっきり見えますね、上に人が。奥穂高岳山頂が見えてきました。ちょっとガスがかってきましたが、まだジャンダルムは見えてますね。奥穂高岳3190m 到着しました。イエーイ。あー、どうもありがとうございました。来れました。こちら奥穂高岳の神社の上です。そして晴れている奥穂高岳山頂到着しました。ありがとうございます。いやー、今日は晴れてますね。今日は晴れてます。関西からお越しなんですか。そうなんです。1週間ぐらい前にあの金剛山、金剛山、はい、登って、毎日登ってはる人いるんですよ。毎日金剛山っていうのがなんかラジオ体操みたいになんか反抗してるそう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 、 あれですか、あの人歌手の会えた歌手、あの人やん、この間サカナクションの ありました、ね、ありました、ね、なんか、ね、モニュメントみ魚の、そう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 、あちら出身なんですか。さかなクンちゃうで、さかなクンちゃう、さかなクンちゃう、違うわ、さかなクンちゃうや撮りましょうか。いいですか、はい、すいません、お願いします。はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、チーズ、もう一枚行きます。はい、はい、チーズ、はい、あ、カメラ受け取れるかな。あ、ゆっくりでいいっすよ。こっからはカメラ受け取れないか。あ、じゃあ、いいっすよ、いいっすよ、そこにいてください。え、あ、渡します。すいません、はい、ありがとうございます。
はい。私の時5枚ぐらい取ってほしい。私にも大体2枚取って。え、いやいや、これでいいのって。そうだっけ。もうすぐ穂高岳山荘ですね。お疲れ様でした。戻ってきました。マッチを唐沢の天場に忘れてきて、ライターをお借りしてようやく火がつきました。それでは穂高岳山荘出発していきたいと思います。唐沢戻っていきます。かわいいな、気分プルプルプル。唐沢小屋、2350m です。イエーイ。あちら、唐沢ヒュッテで、あちらテント場で、うちのテントがよく見えてます。本日の参考、終了となります。これからおでんセット頼んで、ご褒美、登山とします。お疲れ様です。乾杯。お疲れ様です。乾杯。うまい生ビール最高だね。食べていいの？どうぞどうぞ、食べて食べて。じゃあ私も食べよう。大丈夫？暑い？めっちゃうまい。めっちゃうまい。手そいってなかったの？ここに跳ねてそっち行ったの。ぴょんこっち行ったんだよ。やっぱ昨日のビールも美味しかったけど、今日のビールもさ、やっぱ違うね、生ビール。やっぱ疲れた後のさ。みんな疲れるよ。あそこまで行って帰ってくるんだから。もうあんたの見たら怖いからこうやろ。まあこんにゃくってもんだったからね。しかも違うんだよ。これだったらさ、押したらこうなるでしょ、ポトって。それがさ、こんにゃくのさ、きっと端っこだったの。バンバンバンっつってさ。あ、やばい。え？ビールがない。ごくうま、めてし。川月サキイカ売店で買ってきました。極うまメテシ。メテシじゃないの？メテシ、え、極うま何がメテシ。あ、え、だってメテシって書いてある、うん、あ、極めて極めてうまいし。なんかなんだろうな、極うまメテシってって思ってブラックニッカム、ユーハメカクト、カヌーレット。グミっぽいのかな。え、グミ？いや、わかんない、私。グミってことないでしょ、カヌーレいや、わかんないよ。ユーハだから。あ、グミっぽいかも。いや、わかんない。なんだろう、これ。グミっぽいな、確かに。でも、絵は。いや、わかんないけど、なんかユーハだから。グミっぽい。グミっぽい？すごいグミ。で、本当は別に山に持ってくつもりなかったんだけど、ちっちゃいし、思ったよりなんか。めっちゃうまい。あ、そう？うん、結構美味しい。町岡で買ったんだ、これも今日の夕ご飯はご飯と麻婆豆腐、そしてゲンパです。大阪土産食べちゃいます。お酒の手にちょうど、うん、おはようございます。今日も最高の天気ですね。月が出てます。朝ごはんはパクチーラーメンとニンニク豚骨ラーメンです。それではできましたので
何ラーメン、パクチー、パクチーラーメン、お茶します。ちょっと体がまだ冷えているのでもう一杯。それでは撤収準備できたんでそろそろ下山したいと思います。ありがとうございました。お世話になりました。よいしょ。それでは帰っていきます。はい、景色です。横大橋まで戻ってきました。今回の旅は登録者数1000人突破記念ということで奥穂高岳登山してきました。ちょっと怖かったんですけど、はい、どうにか登れましたね。どうなのかなってちょっと緊張してたんですけど、慎重に一歩一歩足を進めればどうにか大丈夫でしたね。私は、まあ、気を緩めることが良くないと思うので、まあ、一歩一歩着実に進んでいきました。こんなにもたくさんの方に見ていただいているかと思うと本当に嬉しいです。これからも登れるときはおじさんと一緒に登ったり一人で登ったりしていきたいなと思っております。もしよかったらこれからも動画見ていただけたら幸いです。今回はチャンネル登録1000人記念ということで北アルプス2人で来ましたが、見事プンさん奥穂高岳山頂連れて行くことができたので僕としてもほっとしています。これからもプン山マイペースで頑張っていくのでよろしくお願いします。話は変わりまして、そろそろ秋もやってくるということで第3回おじさんと山に登ろうを開催したいと思います。徳沢に戻ってきました。徳沢ではカヌレ、カヌレじゃない、カヌレット、町岡にカヌレ売ってんだ、カヌレットね。早っ。ヘビ、山かがしかな。かっぱ橋まで戻ってきました。参考終了です。ありがとうございます。すみません、これ預けて、はい、どちら行かれますか。バスターミナル、バスターミナル、はい、サワンドのバスターミナルに到着しました。今回は足湯公園駐車場の方に停めました。せっかくなんで足湯入っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。さようなら。